おはようございます。2021年2月13日の配信です。久しぶりに決算の内容について、共有したいと思います。楽天最終赤字1141億円ということで、楽天が2月12日に発表した2020年12月期1年間の通年の連結決算の最終損益が1141億円の赤字ということで、前の期2019年12月期も318億円の赤字でしたので、2期連続の最終赤字になりました。楽天といえばEC モール、金融事業ということで、この巣ごもり消費の中、好調な印象ありましたけれども、携帯事業ですね、こちらに進出、第4の携帯キャリアとして進出したことに伴い先行投資、これで最終赤字ということになりました。今ね、モバイル分野についてはドコモ、au、そしてソフトバンク、楽天ということで4社が価格競争を含めて熾烈な争いが始まっています。今楽天の2月8日時点の契約者数、250万件ということになっておりますが、どこまでこれを積み増していくのか、黒字化ができるのかというところ、非常に重要なポイントになってくるかと思います。引き続き楽天は、投資をしっかりとやって、携帯事業のについて注力していくという姿勢を見せています。今後どうなっていくのか引き続き注目です。